お祈りします神様ありがとうございます死んで遅刻に行くしかなかった可哀想な私たちを考えてくださって 神様の十字架に流れたあの血の影様で、私のすべての罪を永遠に許してくださったことについて感謝差し上げます。神様の助けてもらって、罪の中で私たちがあの今行っています。神様が手伝ってくださって、今の世を今私たちが住んでいます。神様からもらった。そんな救援を。もともと。 室に私があの持っててこの激しいな世の中でももっと神様を任せて勝つような成長する信仰を持ちられるように手伝ってください神様があの愛してくださってるこの大事なパリの教会の兄弟さん姉妹さん いつも考えてくださって全てのことの中で神様に聞いて訪ねて神様と一緒に歩く大事な政党の人たちになれるように手伝ってくださいそして同意からもこのオンラインで一緒に参加していらっしゃってる大事なあの兄弟さん姉妹さんたちいらっしゃいます。ささっっきはててくださって 神様の恩恵と愛と愛を捕まってくださいもっと栄光が救われてもらう霊的な修復としてあの許してくださって神様を任せる時にあのどっちの方でも安定を私たちが味われるように修復を抱えてください。いらっしゃってるところから福音を伝える時に。 神様が教会を立ってくださって栄光を差し上げてもらって私たちに大きな喜びさとして応えてくださることを今節に願願ってお願いします本当にたくさんの,あの難しの中でいるんですが今回の夏のセミナーをあの今あの進んでいます。 ファイラスのせで集まれるところにも推理にもあのたくさんの問題があってたくさんの,あの制約を受けてるんですがあのその中で神様下さる知恵であのもうどうしてても一つの栄光でもお言葉を聞いて救われもらえるその歴史を見るために私たちが。 あの神様の名前で信仰を持ってって今行っています神様が今回のセミナーを中して各執に確実にわってもらう人を見せてくださって私たちに大きな喜びさっと私たちにあの入れてください今回のセミナーを中してあの生徒たちの信仰がもっともっと成長できるように手伝ってくださって難しいんですが。 神様が一緒にしてくださって、あの私たちはできるっていう。大きな信仰を許してください。神様に感謝差し上げます。今日の今の時間もあの、まだ神様の言葉の前に出ています。大豆のあの教えさとして、あの喋ってくださって。 聞いた言葉の中から一つの言葉でもあのあの行動して神様から宗教をもらえるように私たちの道を教えてください。すべてのことを主精神にあのお願いします。このすべてのことを感謝さげながら主イエスキリストのお名前としてお祈りしました。アメン ルカによる福音書の一章の言葉を一緒に探してみます今日の本文の言葉はルカによる福音書の一章の1節から4節までですあのルーカによる福音書の1章の1節から4節までの言葉です 探してみてたらあの一緒にあのゆっくり読んでみます私たちの間で実現したゴッからについて。 で最初から目撃して見言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き散らぬようと多くの人々がすでに手をつけていますそこであの敬愛するテウベルさんも私も全てのことを初めから詳しく調べていますので「あの順調正しく書いてあなたに検定するか良い」と思いました。お受けにななった教えが確実なものであることを よく分かっていただきたいのであります。こうチェックして、うん、ルカによる福音書はあの人の体として来てくださったあのキリストについて書いておいたあの聖書なんです。いつの一節に私たちの間で実現したことからについて。 私の中間で知見したと事柄は歴史で呼ばれます。人間の歴史の中で語られるそのびっくりする知見がたくさんありました。でも、あのイエスキリストのあの考古士な。のその知見よりもっとかけられる。その知見はないと思います。神様が。 この人間の体としてこの地に来てくださった。この知見より、あの全人類の歴史の中です。ごく、あのそこよりその大きな知見はないと思います。それであの神様この地に来てくださった。この事件は？ 1逆の荒人の歴史の中でもすごくあのびっくりする影響をあの影響が今及ばしているし、あのルーカはウシャです。で、シャとしてあのパウルと一緒にあの苦難をあのもらいました。パウルの選挙のこの歴史を直接に手伝ってあげたいとなんです。ただ、私の中であの。 みんな知ってると思うんですが、あの愛してて、あのすごく大切な人をあのそう。面倒見た人がいると思います。観光して。そとこであの健康をすごく、あの看病するのがもっ,とたもっと大変なんです。 いた人は、あの、ちゃんとベッド、猫、ベッドで、猫って、あの、寝てるんですか。看病する人は、あの、この、あの、身体の横で、あんまり寝られないんですで。人間を看病するっていうことは、親の心。で、愛の心が、入ってなかったら、それはすごく難しいことなんです。で、ルーカは、そのパウルと一緒に、苦難をもらいながら。 パウルを刊表したそのパウルのそのすごくあのあの例えば主事医でしたでルーカは二つの聖書を書いておいてルーカニオ福音書と使徒言行録を書きましたそれで三節を見てたらそこであの敬愛するあのテオプロ様私もすべてのことをはじめから詳しく調べていますので。 それ手を広げ様にそのあの順調を正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカはウシャでした。ウシャはあのすごくいいあのタランあのタランを持ってます。病気治ったらだな,なんか見てて治療することじゃなく、ただその病気のあのどこから始めたか。 原因をそれあの調べる仕事をする医者がすごくあのいい医者だったと思います。それでルーカは医者みたいにイエスキースのうちでのそのすべてのことを初めから悔しくに調べてみました。それであの順調正しく書きました。それでルーカによる福音書と使徒件録は使う順番通りに書いて っておいて、すでに述べたことなんです。聖書なんです。なので。で、ルーカーのよる君書なく、マタイによる君書のマガ、で、ヨハネによる君書、他の福音書。と、あの、首都圏五六から。 あの、昇進の神が全部書いたの、コリド神殿の手紙、カラリアの神殿の手紙に。あの、ピリピの神殿の手紙、全部昇進書が書いてあるんですが。そのルーガニオルクイチと首都圏五六は、他の福音書と、ちょっとあの、昇進ノーの基準になる。その、つながりの役割を任せてる聖書なんです。それ、大変で、難しいな、この旅の中でも。 このパウルはあの正真書を書くところに、あのすごく大きな価値観をあの抱えて、すごくあのすごくあの大,大切に書いておいて、それでその書士書が集まってて聖書になります。それ、新約聖書になりました。でも、パウルだけこの正真書を書いたことではなく、でルーカは区役聖書をよく知らない。そのイボジナチに。 その異い人たちがよくあの理解できるようにイエス・キスについての資質たちを初めから悔しくに書いておきました。その仕事がすごく大切ということを分かっていました。それであの4節にあのお受けたになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。で、ルカによるヨルフクンの,の書いたの目的は、 あの四節にちゃんと説明しておいてあります。そのおけっておけになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのです。で、これがルーカによる福音ン,ンの目的なんですよ。もらったことをその確実なことをみんなが分かられるようにま習ったし、その習ったことがもっと確実になれるように書きましたっていう意味なんです。すごくそれあのあの心血を注いで書きました。 それルーカニオル福音書をもらう人が名前が書いてあるんです。あのテオビル、ピロっていう人はすごく上の人なんです。でキリストについてあの習ったししてしてました。すごく上の感傷。 完食にとんですそれでそのルーカニオルクあの賞をテオーピロ,ロに書いてそのルーカニオルク音書を読みながらもっと信仰をあ自分が信仰が確実になって人間は生まれて成長するのが当たり前なことなんです。でルーカニオルク音書を見てたらそのイエスが子供の時からその知見を書いておいてありました。でもあのとイエスも 神様と人間の前であの成長したっていうことをすごく美しくて、あのあの成長することを書いておいてありました。私たちキリスト人院も救われてもらったら、信仰がもともと角質になって成長するのはそれはもう当たり前なことなんです。で、ルーカによる福音書はあの一人の。その人間手を微量のために。書いて 書くあの聖書なんです。想像してみてみださい。テオビルがルーカニュールクイン書を伝えてもらいましたその時のその気持ちはどうだったと思いますああ私のために書いてくれたんだその心は多分ねあのすごくか大きな感動としてそうあ,ふれあふれそうな感じ,感じを感じられると思います自分の名前が初め初めから書いておいた特別な聖書がルーカニュールクイン書なんです それはあの私たちみんなのキリスト人も同じなんです。その聖書が誰,誰のために書いておいたことなんですが、もちろんみんなの人たちのために書いておいた聖書なんですが、特別にその聖書のおかげさまで、聖書に書いておいたそのイエスの地のおかげさまで救われてもらったキリスト人は、その聖書が特別に自分に、 自分自身に送ってくださった神様のあのラブレット、その愛の手紙っていうことを全部よく知ってます。私の心は神様の言葉っていうその聖書ってあの感動をもらって、あの今心が動いてるか、私たちは振り返ってみて考えられ考える問題なんです。その聖書は。 特別に救われてもらった人たちにあの生きていらっしゃってるそのお言葉なんです。で神様のことは生きてるしあの運動力があってあのどこでもあの動けない動けられない。 それはあの力私の心をあの刺されて私たちの正しくない罪を刺されたし私たちのあのすごくあの私のあのあの怠けを行っているその生活をあの動いてくださるその言葉なんですその言葉は私にくださったお言葉です私も手を広みたいにその聖書がこの聖書が私にくださったあの言葉としてあの受け取ったら。 本当に新婚の生活をする時にすごく大きな由紀があると思います。カントをもらって。あの、その生活ができると思います。カントを受けて、それで1世紀からちょっと悔しくにちょっと見てみます。私たちの間で実現した後藤からについて。 私たちの間で実現したことからについてっていう言葉は何ですかルカが今しゃべってる私の中で実現したことからについてってあの一,一をあを始めながらルカによる訓を書いておいてておありますあの生,き生きていらっしゃったイエス・キリストの神様なんだけど人間の体としてこのうちに来てくださったイエス・キリストの,あの,あの一生の。 十字架に死んでくださって復活されてそれとあの昇天してあの高純節の,の精霊が下ってきて教会が始めるたくさんの人たちが救われてもらうその歴史一大期がルカが教えてくれた私の中であの間で知見したことからなんです。歴史の中ですごく大切なあのあの 話があります。政治あの宗教文化あの戦争の歴史大切なあの事件がたくさんあるんですがそして その聖書の中でも、あの、本当に大切な知見がたくさん書いておいてあります。神様が、あの、天地、天地を、あの、創造してくださったこととか、あの、ロアの洪水の知見とか、すごく大きな、あの、知見なんです。パベルの塔の瀬で、あの、みんながばれて住めるようになった、その知見。周一の知見として、イスラエルの民族の歴史が、あの、まだ始まるようになった、その知見もそうだし、タビデがコリアと、 合計あの多いたその事件も大切だし、まあのキドキョのあの歴史の中で、ヨアネのウェスリーが救われてもらってたくさんの人たちがあの助けてもらうこと、ルーディがルーターがあの救われてもらったその知見がたくさんの大切な事件がたくさんあります。そして私のあの個人的な人生の中でも大切なあの事件があります。でもその全ての知見よりもっと大切な事件は何だと思いますか？ イエス・キリストがあの神様がイエス・キリストがあの人間の姿としてこの地に来てくださったその,あのその地権神様その方がすごく好なその方があの私のためにあの十字架に死んでくださって復活されたその地権それがすごく大切な事件なんです。他の事件より すごく、もっともっと大切な事件なんです。区役時代に、イスラエルの人たちがいつもあのな、ま、あの願ったことなんです。それが成し遂げられたことが、あの今の事件だし。十字架に死んでくださって、復活してされたことあの。人たちは避難しました。イエス・ギルの当時は、目であのもあの見ました。その知見を、私のき。 個人にも成し遂げられたその証、必ず証拠しなければならない施設、それがあったら何だと思いますか。私があの永遠な罪の赦しさをもらってあの救れてもらったことを伝えなければならないと思います。証拠しなければならないと思います。私があの精神が私の中で入ってくださって、そして私の人生を神様が教えて私が歩けられるようになったこと、私が話したことを はあの抽象的であの仮想的なそのあの手ち上げたその話ではないんです。本当に成し遂げられた知見を悔しくにあのあの話さなければならないと思います。私たちの講座の中でもあの話す,するとにも同じなんです。救われてもらったない人があの集まりの中でいるって言ったら。 どう、なんだと判断するんですかあ、そう、ここ集まりは。ちょっと、あの。なんで、そんなに間違って、たくさんの人たちの、みんなの前で、自分の、あの、間違ってことを。そんなに告白しながら、あんなに涙をすみながら、そんなに話してるの?。救われて漏れてない人たちは、理解できないんです。でも、救われてもらった人は。 判断じゃなく、判断ではなく同じな心になって祈りしようって祈りしてあげようって一緒に比べて心比べて一緒に涙を流れるそのあの話が出出ます。私の送ったその知見をそのままにあの細かく悔しくに話しするのは私のあの間違ったことをあの言うことより本当に私のために祈りしてくださる人が必ずいます。 その方の祈りのおかげさまで、神様が私のことを全部聞いてくださるんです。私の中で成し遂げたすべてのことは、事実はあの話さなければならないんです。いいことも悲しいこともかあのなんか、さらに私が間違ってあの神様を悲しくにしてあげた。そんなことも。 話してたら、政徒の人たちは一緒に祈りしてくださって、慰労してくださって。その祈りを神様が聞いてくださるんです。で、自らの、あの、秩父をさらに足したら、私たちの事件を。史実なことを全部話さけきゃならないんです。聖書は歴史なんです。あの、それ、仮想的な、抽象的な話ではないんです。歴史の中で成し遂げられた、あの、事件なんです。 歴史的なそのイエス・リキリストについての信仰なんです。キリストの,あの神聖そ,ののあのそれはあのキリスト教はあの十字画の死ぬさ復活してくださったことその全ての施設が私たちの信仰の中心なんですイエス・リキリストはあの歴史なんです。2節を見てください はじめからうー最初から目撃して見言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通り物語に書きつなれのようと誰なんですか誰があの神様を証拠する人になったんですか神様と一緒にはじめから歩いて神様を見てて神様から習った誰が 神様を証拠する人になりましたか？神様と初めからあの住んでて神様を見てて神様が習った人、その人たちが神様の仕事を任せたい人たちになりました。今も同じなんです。神様を確信する人。が、永遠なすぐ救援を経験したいと、救援を務めを悟った人たちがあのあの働く人になります。 じゃ首都圏公録の26条を探してみます。首都圏公録の26条の16節から17節までなんです。首都圏公録の26条の,の16節と17節までなんです。私がゆっくり読みながら説明さしあげます。首都圏公録の26条の16節なんです。 あの明け上がれ自分の足で立って私があなたに現れたのは神様がパオルに現れてくださいました。続けてみますあなたが私を見たことそしてこれから私が示そうとする,にすることについてあなたを奉仕者はまだ証人にするためである私はあなたをこの民と異邦地の中から救いたしパオルは何を証拠しましたか あなたが私を見たことでパウルはあの自分が見たことについて証人になりました。見てなかったら承認になれないんです。で十七節まだ見ます。いイスラエた,たとこの民の異邦人の中から救い出し、あの彼らの元に遣わす。パウルはあの救い出した後にイスラエルと異邦人にあの自分が見たことについて。 福音を伝える仕事の任せペットになりましたヨアネによる訓示し頃に一同の二節もヨアネは神の子でサドヨアネですヨアネは神様の言葉とイエス・ギスの証拠を知ったことあの自分が見たことをヨアネも見ましたでイエスの心にたくさんのことを見ましたそれで自分の あの見たことを全部証拠しましたことを自分の見たすべてのことを証ししました。で証人っていうことは責任があります責任感が見たことを証拠するその責任感があります。実に難しい責任感はないんです。でも簡単反対であのそん安い責任ではないんです。見たことをあの証拠する責任感は承認にあります。でもあの見た人になったんですが。 あの仕事に慣れなかった人もいます誰なんですかで首都圏考慮の一章なんです首都圏考慮の一章の16節なんです首都圏考慮の一章の16節なんです すごく長いから私があのちょっと中六節から二十六節までなので、うん、ちょっと少しずつ説明します。首都圏6の一章の中六節に「兄弟たちイエスを捕らえた者たちの手引きをしたあの旅で」については精霊が旅人の口を通してだから旅人が先に苦役聖書に入ダについてあの要件し,たしました。それで うん、イエスをあのユーダを、うん、聖書の言葉は実現しなければならなかったのですだからユーダについて先にあのおしゃべっておいて17世紀ユーダは私たちの仲間の一人であり同じ任務を割り当てられていましたでもともとあのユーダは あの、霊言のこのあの任務をもらって参加してイエスゲストを一緒に見ました。でも。あのユーダは最後まであの半イエスを売れ,売れちゃって、自分の命もあの成し遂けながら、あの自分の人生をあの小さで済まっちゃいました。2020節なんです。詩編にはこう書いてあります。その住まいはあれ果てよ。よ そこに住む者はいなくなれまだその勤めは他の人が引き受けるかよいで紙幣に書いておいてありますそれでその住まいは荒れ果てよそこに住む者はいなくなれで結局ユーダは自分自身を解雇してしなくて自殺してしまっちゃいましたそれでユーダにあたれたその英語は 他の人たちがあの引き戸を受けちゃうようになりました。22節です。いつも一緒にいた者の,の中から誰が一人か、私たちに加わって首脳復活の証人になるべきです。で、いつも私と一緒に者の中から誰が一人が、イエス・リキリストを直接に見た人なんです。それで、 そののの人にによっての復活の承認になるべきですで,25節ですす自分の行くべきどころへ行くために離れてしまってシートとしてこの任務を尽わせるためですそれで26節にあの2人のことで空地を引くと待って屋にあったので救われてもらった人たちは中耳側の死ぬさと復活されたことを叫っ見た人たちなんです。 で人たちはイエスキリストを直接に見た人たちなんですで救われてもらってたちは聖書中して十字架に死んでて復活されたことを先に見た人たちなんです私を救われてくださって教会の中で立ってくださったその神様私にあの方しとあの にもを掴ませてくださって神様ごと承認することは私に任せた仕事なんです私たちは福音を任せた人なのでキリスト人の承認なんですで使徒健康録の1兆で8節にもあの回答いって,てありますあなた方はあの上に聖霊が来るとあなた方は力を受ける そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全道でまだ地の発展に至るまで私の証人となる私キリスト人はあの精神をあのもらって受けてその用のすべての人たちに福音を伝えるキリスト人の,あの証人なんです私は福音を任せました。れててもらったたすべの人たちは 神様の福音を任せた人たちなんです。私なんかで誰でも自分自身に見せてくださって、あの直接にくださったあの方針と任務を捨てちゃって、その世の中で行っちゃったらダメなんです。で、ルーカによる福音書、あの一章をまだ戻ってきて二節を続けてみてください。ルーカによる福音書の二節です。 節です初めからあの最初から目撃して見言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語をかけ散らぬように初めの人たちは熱心で伝えてあの教えました。大事な知見は誰でも教えるように,しますでさらに隣にあの誰が結婚したか誰が。 あの夫婦の喧嘩をしたか、そこまでも、あのこっそりで、あの密かに教えるように、もう頑張るんでしょう。頑張るんじゃないんですか。で、大切な知見は、誰でも教えるように、努力します。私達になし遂げられた、一番美しい、あの。頼りイエス・キリストが、この子に来てくださったこと、メシアが来てくださったこと。その史実は。悔しい子に、あの教えるのは、当たり前と思います。でも、どうやって教えます?。 伝えた通りに教えるべきなんです。あの目撃した人たちは証人ですよね。で見た通りにあの喋るべきだし、聞いた通りに証拠するべきなんです。そこで抱えたり抜けたりしてたらダメなんです。 かかったたりり抜けたりしななくてそのままるべきと伝えるべきなんですだったら私が伝えるその,あの美しいなあの頼りは何ですかそれもそのまま伝えて私が伝える嬉しいなあの頼りは神様唯一なあの創造集っていうことをどのぐらいあのすごく大切なのでそのまま歴史を習慣してくださって生きていらっしゃってる神様っていうこと今も あの力をあの催してくださることあの天地あの天のなの神様っていうこと天地地っていうこと罪を許してくださるあの公平で切り堅いな神様必ずし罪を裁きするっていうこともかるべきあの教えるべきですし私の立場も教えるべきなんですその,あの公平で切り堅いの前で私が遅刻に行く罪人っていうことも遅刻に行くしかないことも はっきりで伝えるべきなんですですも神様はあの開校して振り返ってみてたら私が神様の前で開校してたら神様は愛の神様なので私を受け取ってくださって私のすべての罪を永遠に許してくださることもわかるべきなんです。昔ではではなく現在未来の罪までも 死ぬまでの全ての罪が全部許してもらったということを真実をはっきりに伝えるべきなんです救われてくださってそれ精神が私の中でいらっしゃっていることもあの伝えるべきなんです教えるべきなんです罪人から神様の子になったことも私は証拠するべきだし人生の中で私の人生としてあの証拠するべきなんです神様は死ぬまで私を教えてくださるんでしょう で抱えたり抜けずに、そのまま伝えるべきなんです。で二節続けてみてください。多くの人々がすでに手をつけています。で紙ん中で、あの成し遂げられたその史術を。口で伝えることではなく。あの、あの永遠に書くために。 あのなんかあの物語を書き散らぬようと言葉で伝えたら痴漢が過ぎたらあの内容が変わっちゃうからだからあのペンで書いたら痴漢が流れても立ちてもその内容がそのままあるのでそれでその人に従って侵略聖書が関わっちゃうようよになりました神様はあの聖書を書くようにするために。 あの記者たちを呼んでくださってそしてあの自分自らにかからずに精神の感動をもらって書くようにしましただから確実自分の考えのままにあの解釈しなくて神様があの呼んでくださった通りにその通りに書いたことは必至なんですがでも あのルーカは右者だしであのマッテはあのなんか生理だしでヨアネはあの使徒なんだけどあのペドロもそうだしペドロもあの漁師でしたでもパウルはすごく有名なあのあのたくさん習った学者でしただから知識の差があるのでみんなが違うんですが。 神様はあの精神のカウントをもらってから書くようにしてくださったので、その内容の全体はあの一人の神様の内容がはっきりそうなんです。全体的には、あの、なんか問題なく、ぶつけることなく、自然に繋がれるようになってます。それはすごくびっくりすることなんです。あの。両 あの漁師と各社と2人が書いた内容が合わせてたら完璧につながれるようになってますそれもびっくりすることなんですそれは精神が感動して書くようにしたのででもあのその,あのだからペドロは漁師なのでなんか話し方とかあのすごく八たいなんです。 だから華麗なことじゃなくでもパウルはたくさん習って学者なのでだからそのパウルが書いたの内容はその,あの空洞設長を見てたら文書や言葉の一人区切りを見てたらすごくびっくりするすごくあの問的な言葉で,使ってるんで,すでもルーカは医者でしょ だからルーカのいいことは、いやあのい者のことはルーカのヨルクン書とシトケンコロックが書いておいてあるんですが、それであの神様は精神を監督もらった通りに書いた人たちのそのすべての背景を全部使っちゃいました。それをあの使って結局あのロボットみたいに使われるようにしてなかったんです。でも。 で、神様があの、仕事を任せてたちは、精神を鑑定をもらってから、そのまま聖書を書きました。でも、あの、その、あの、記書が存在します。そのことは、目的であの、あの。その通りに聞いたことなく、自分の想像力も入れたり。なんか間違っていること、人間なので、なんか、なんか内容を書くときに、間違いが入って。 それを、あの、地形加えて、書くようになっちゃいました。なぜと言えば、自分の人気とか、あの、お金を貸せるために書きました。だから、あの、そこに、あの、なんか、あの、物語を書き、つる、連ねようっていう、こう、自分の知識を持ってって書いた人たちは、全部。記書なんです。それは全部神様がより分けてくださって、精神は。 あの聖書を書くその人たちを呼んでくださって全部あの習慣してコントロールしてその中でルガは聖神を感動をもらって書いたの記者の中で一つになりました。で3セッチを見てくださいそこであの全てのことを初めから悔しく調べていますので,でルガはルカによるク印象を書くためにあのすごく気をつけました。 で神様の手伝いさを願って神様はあのルーカをあのコントロールしてルーカを書くようにしてくださいました。パウルは医者です。でルーカは神様の苗で大切に使わせてルーカと首都圏公録を書いたし私たちはそのルーカにあのたくさんのことをあの並ばれるようになりました。どんな地位を書くときに気をつけなければならないことがあります。 でルーカーを見てたらルーカが書いたのやり方を見てたら教えさがあるんだけどなんかあの何かを書くときに先でその実験を初めからちょっと調べて悔しくにあの調べていますので書いてあるんでしょなんか私の人生の問題を解くためにも同じようにするべきなんです私がどこから来たかあの その初めから調べて、私はどこから来たか、そしてあのどんなあの問題がどこから起きたか、それをわかるべきなんです、調べるべきなんです。確執で悔しくな答えを得るためには、では悔しくに細かくに調べるべきなんです。それで私は救われてもらった後に信仰の生活も同じなんです。どうやって住むのがあの身を結ぶ人生か。 聖書ししてあの悔しくに調べるべるきなんです。で三節」を続けてみてその全てのことをじめから詳しく調べていますのでこの全てのことを悔しくに調べてみました。イエスとイエスとあのつながれとあのことを全部悔しくに調べててどんなあの。 なんかあのさ裁きのあの自分があの任せた治験に行くことについてちゃんとし調べて裁判官はそれじゃなくなんか一人の言葉をあの持ってる証拠立ちを持ってって判断してたらその裁きはなんかなんかあの。 それであの変な人たちがあの控えよけるから奥さんは旦那について旦那は奥さんについてもあの悔しく調べるべきだし一人の体なので親は子供をちゃんと調べるべきだしだから信仰を教えることはできるし子供は親をちゃんんと分かるべきなんですだから自分の信仰の始めを分かられます。 神様が作られたあの非常物についても、神様はどのぐらい大きな方か、その果たした。その知見もくら悔しく調べるべきなんです。だから、だったら、私の信仰がもっと大きくなるし、キリストについても、私たちはゾン、何よりも、ちょっと悔しくにあのあの調べるべきなんです。 ですあの助けてもらってる勤めについて信仰の生活について私は悔しくに調べるべきなんです。教会の歴史の中で教会の歴史神様がなさったことをあの悔しくに調べてみててあのどんな国から福音が伝えてきて救われてもらってるか。 その教会の歴史の中で福音がどうやって流れてここまで来たか、うちの教会があの今健在、あのどこからあのどのぐらい福音を今伝えているか、あのどうやって今動いてるか、私も悔しく調べるべきなんです。イスラエルの民たちはそのイエルサレムについてあのちゃんとくら調べるべ調べてイエルサレムを 悔しくに調べて、心に、あの心に、傷みつけなければならなかったんです。詩編を一緒に探してみます。詩編の四十八章の十二節から十四節までです。詩編の四十八章の十二節から十四節までです。私が読んでみます。潮の周りを、一巡りしてみよう。塔の数を数え。 城壁に心を向け城郭に分け引ってみよう後のように語り伝えようこの神は余裕限りなく私たちの神死を越えて私たちを導いていかれようだから調べてみてそれをあの数えてみてあの城壁を悔しくにあの。 見ててくださいっていっう語り同じように私があの悔しくに調べなければならないことは何ですか私の教会がどうなったかそれをちゃんと悔しくに調べてみて教会に福音がどこから始めてるか教会の中であの神様はどこで今働いていらっしゃってるか教会の中でどんな人が今健在弱いな 土器にあるか、どんな人が手伝いが必要か、私はそれをちゃんと調べてみて、そして、私は、神様の本聖書をちゃんと調べて、教会は聖書全体にわたり、こう、自分について書かれていることを説明されたって、あのでよ,よく説明してくださいました。ルーカによる福音書の二十四章の二十七節にも。 あの聖書全体に渡り、こう自分について書かれていることを説明された。区役聖書の意味なんです。それで。首都圏効力の十八章を見てたら、あの普通の人だったんです聖政党だったんですが。あのポリスギラとアギラは。 聞いてあの神様の道を説明したって書いてあります。だ普通の生徒の人たちなんですけど、プリキあのプリスキラとアグラは対三対のテントのたに一緒にパウルと一緒に参加して、そういったちも福音をすごく悔しくに分かっていました。それで悔しくに説明することができました。正確に神の道を説明することができて、だから私たちも あのそれを気をつけなければならないんです。エビソノシントン手紙の校長の中古説も、あの軽かなものとしてではなく、賢いものとして細かく気を配って歩みなさいという言葉があります。私たちはあの聖書とあの私の教会をちょっと悔しくにあの調べるべきなんです。でも。 あの悔しくにあの調べる必要がないこと、覗き見る必要がないことがあります。この世の中では、私がちゃんと悔しくに探求する必要がないことがあります。はじめのことは、あの当たり前に神様は九条あのイボの神幽霊とかはあの覗き見る必要がないということをおしゃべってくださいました。新免許道中二1丁の29節から30節までです。 で、あの、異教の礼拝に対する、はい、警告が書いてあります。新明紀の二十、十二章の二十九節と三十節なんです。私は、私読んでみます。三十節を見てみます。三十節です。あの、注意して、彼らがあなたの前から滅ばされた後、彼らに従。 で会わななないいいいちらようにしなさいすなわちこれらの国々の民はどのように神々に仕えっていったのだろう私も同じようにしようと言って彼らの神々は立ちに求めることのないようにしなさいだから彼らに従っていい傍人がその神たちにあのやったあの従,従いがあるのでその滅ばされた後 彼らに従って、あののぞき見る必要がないっていう言葉なんです。私たちキリスト人も。なんか好奇心を持ってて、あの間違った。の宗教について調べる必要がないんです。あの悪魔は私たちを救援はあの持っていけられないんです。でも、私の信仰はなんかあの礼教区することができます。私たちは信仰を徹底に。 崩れることができます。なので本当に最後の時に、あの一人のあのあことが残ることにあの恥ずかしいように私の信仰の生活を作られます。今は最後の時代なんです。あの間違った要件者がたくさんいます。李説教を果たしてあの私たちを纏わされるために、この世の中にたくさんあります。新免期の中三朝の一節から後節を見てください。 一節なんですあなたたちは私が命じることをすべて充つ守りなさい。これに何一つ加えたりで預見者は有名占いをするものがあなたたちの中に現れ印は奇跡を示してそんなにしながらあの印と奇跡をあの見せてたりでもあのびっくりするのは その「次ですその印は「奇跡が言った通り実現験した時でしょでもその前を見てたら印や「奇跡を示してあの預見者は「夢」「占い」をする者が私たちの中に現れ神様ではなくあの他の神々の礼拝に対する警告なんですが。 しるしや奇跡があの言った通りに実現した時だからしるしと奇跡がだあの言葉通りに実際に現れちゃいました。でいぼうの中でもなんかあの前のことをあの占いする人は結構います。であのさ「あなたの知らなかった他の神々に従い」 これに近いようではないかと誘われてもだからその要件者は夢占いをする者の言葉に言葉に耳を貸してはならないあなたたちの神衆はあなたたちを試し神様の試しなんです。それでこうにあの御声を聞きこれに近いこれに付きしたがはならないで、て言わしゅあの ヨネの黙示録の十三条にも敵キ,キリストはさらにあの大きな印を行って人々の前で天からあの地上へ火を降らせたであの幼稚にあの泊まる人たちをまとわされて敵キ,キリストがそんな人だったら神様を信じてる神様の商人たちイスラエルたちもあのまとわされてあの従っちゃうようになります。人たちの時には 聖書があの完成される前なんです。だから神様を証拠するために離席とし印が必要でした。でも。 神様を完璧に証拠する聖書が今はもう完璧に完成されたなどで言葉を注して神様がいらっしゃっていることを完璧に信じられる地帯に私たちは住んでます。それで最後の地帯ではそれを気をつけなきゃならないんだ最後の地帯では神様の目に見えるその印があるんでしょう目に見えるその神様の,あの印は減り,減ります。 それを気をつけて神様の目に見えるは印は減っちゃいますただ目に見えない霊的な奇跡はいくらでもあります福音を聞いて聖書を並びましょう聖書を中止してあの現れる奇跡なんです福音を聞いて あのあのいおりごじょうみたいに観光だった。あの心がガラガラあの壊れて吸われてもらうんでしょ。吸われてもらう時に、あのサタンの力が追い出されて、精神がその心に親になってそれは奇跡なんです。で、麻衣はこう荒っぽくて、あのけなして反対に沿った。その口が。 福音を聞いて聖書を習って福音を聞いて座れてもらったら神様を認めたり神様を賛否したりおとなしいな七みたいに喋ります。それが全然あの新しいな意見なんです。告白が聞いて理解できますか座れてもらったやつの,あの話があの理解できますか同じの言葉で話してるなのに座れてない人たちはもうど いくらででも理解できないんですなぜといえばあの「君の告白」ということは座れてもらったの天国の市民たちだけ誓わってる言葉なんです意見なんです。目に見えないんですがあのまだあの「神様」の霊的な奇跡はいくらでもあります。でもあの気をつけなければならないことは最後の時代に。 目に見えるそのサタンの奇跡も、もっともっと大きくになります。あの弱音の黙示録に書いた通りに、あのすごく大きな。あの奇跡があの多くて、救われてもらってない人たちが、あの救われてない人たちに、あの暗愁祈祷したり、あのなんか物の言えない人たちが喋るようになったり。あの足見ない。 私あの見慣れた人が歩いたりだから頭を殴ったらあのむしろで、ね、倒れたり真似をしてたりあの本当に治してても意見を喋ったり話したりあしたり勘の塊がいきなりあの いなく良くなっても、永遠な罪を許してもらったことがなかったら、それは全然意味ないことなんですよ。救われてもらってなくて、三十年住んでても、百年住んでても、死んでたら、裁きをもらって、だから、私たちは、それはあのサタンが私をまとわれされることなので、気をつけなければならないんです。今の霊的な分別、歴がない人たちがすごく多いなんです。 目に見えない理席と奇跡を従いながら。あの、まだと霊的なあの救援には興味がないんです。うん、それ哀れた、あの話なんです。それで。その世の中を、あの見えないでくださいって言いました。弱音の手紙の一のニとの中高説です。弱音の手紙の。 あの一の兆中高設置です「世も世にあるものも愛してはいけません」「世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません」。 「陽も陽にあるものを愛してはいけません」って言いました。のぞき見ないでっていう話なんです。どんな方は私は陽を愛してはいけません。よく知ってます。正しいと思います。でもいくらでもあの華麗なこの陽の中なのでそして私たちは。 れてもらったキリスト人として信仰の道を歩いてる人なので気をつけましょうっていう意味なんですで信仰の道はあのすごく狭いの道なのでその信仰の道はあの姿が狭くて激しいな道なのででもそんな激しくに見える道にある時に一番安全な道っていうことを神様教えてくださいました。 ただあの難しいことは続けて繰り返って私に来てても神様の手伝さはそれを勝ち事ができないので一緒に神様の手伝いが一緒に歩いてくださるなので私は神様だけあの眺まれてあのその難しさに落ちないように手すましていますよねサドバールと一緒にテントの旅をした人一緒にテントの旅をした人でも。 このデスマはパウルと一緒にあの歩きながら福音のために刑務所に入っちゃったり死ぬあの難しいことがたくさんありました。なのであの福音を聞く前にその時の世の中に住んだ時は悲しくてあのその何回も精神の境を越えしたのに救われてもらったかは知らないんです。でも その,あの,世,の世にあるものを愛しててテスマはこの世を愛してて私を見捨ててテサロニゲンに行ってしまいっていう書いておいてあります。でアブラムの老いのロットも目を見上げてヨアネオのらを見てて神様がソドムとコモラを滅亡する前なのでエデンのそのように見え,ちゃ見見えてそれでそこに行っちゃいました。 それで神様は「吸われてもらった人たちだったらあのこの世の中を悔しくにのき見る必要がない」って教えてくださいました。そして私は「カビの,のさらうもののあいを見たら駄目な」っていうこと書いてあります。詩編の73兆の節節から3節までです。 詩編の73の節節から7節までです私たちに回答する言葉なので一緒に読んでみます。それなのに私は危うく足を滑らせ一歩一歩を踏み謝りそうになっていた。髪に下がる者の,の安泰を見て私はお,おごる者を羨んだ。 だからあの滑っちゃうことそれはあの隣のがあの髪に下がるものの安泰を見ててで難しいの中でも信仰の生活をよくする人だキリスト人も隣の座れてもらったやつが世界的にすごく安泰に住むことを見てたら自分自身を眺めて自分のことをあのしかないことを感じて。 あ、水ぼらしいことを感じて、自分の信仰を捨てちゃう時がたまにあります。私たちが眺めな,な眺めなければならないことは、イエスキリストの中にある恩恵のあのふんだんなことなんです。私はそれを見るべきなんです。吸われてもらってん人たちのあの安泰はいらないんです。その除き見る必要がないんです。それで自分自身の弱いさも。 あののぞきビる必要がないんですよ。私、自分の陣を眺める手帳は憂鬱感に堕ちたり、あの世紀のないことに落ちたりします。それなので、お言葉を聞いて教えさをもらうまでにはいいなのに。ああ、私がそうでしょう。とかうん。私はダメかも。とか自分自身を眺めてて、あのお言葉を聞いて教えてもらったのに。 自分自身を眺めれて、あのそのあの正気のないことに落ちたり時があります。そんなにしてたらダメなんです。自分自身を眺めてたらダメなんです。キリスト教徒として自信感が,が落,ち落ちちゃいます。私たちが私と一緒にいらっしゃってる神様大きいなので、神様が私のすべてのことを状況を成り行きを全部個人に知ってるなので、私たち私と一緒にする神様のおかげさまで色をもらったり。 力を得るべきなんですそして私たちはの覗き見る必要がないことは健在に味わってる私の難しさなんです健在の難しさをすごく悔しくにの覗き見て悔しくに見てたら心が落ちたり倒りやすいなんですなんか木を落ちたりするなのでそのすべてのことを覗き見る必要はないんですなぜなんですか 私があなたと一緒にするっていう言葉があるなので神様一緒に歩いてくださるなので神様だだけ眺めてあの前でで進んでください私たちみんなが同じあの神様だけ眺めながら進めるその生徒たちになることを私は祈りします。神様は 私のあの成り行きを全部コーにしていらっしゃいますその方が私と一緒にしていらっしゃってるんですルーカによる福音書の3兆にまだ戻ってきてルーカによる福音書の1兆の3節なんです そこで「あの全てのすべててことをめから悔しく調べていますで敬愛するテオビーロ様にあの順調正しく書いてあなたに検定するのがいいよい」と思いました。で「もらってる人の名前が書いてあります。それは「あ敬愛するテオビーロ様」なんです。だからテオビーロ様に書いて送りました。なので すごい空対的な人に、空対的な施術を教える形式で書いておいてあります。だから、テオビロは、私たちの中であの成し遂げられた。その施術、キスのついての施術で、興味があった人なんです。で、もっと詳しくに調べることを望んで。なので、ルーガを中して、テオビロ様にルーガによるクエーションを書いておいて、神様、その一人も、あの、あの。 一人のためにあの聖書が書いてあのいっさなくて神様は本当にあの亡くなったあの羊一つの羊でも神様は決して失わないようにしてくださいました。で神様は私たちにも神様と神様とつながれていることを私に全部書いてくださいました。 そのテオビロがルーガニョルクン賞を徹底的に悔しくに読みました聖書が私に書いておいてくださった手紙っていうことを知ってる人は聖書をもっと愛してて悔しくに読むと思いますそのテオビロはルーガニョルクン賞を読んであの変わっちゃいましたテオビロの様からテオビロ として変わっちゃいました。使徒権考録の一章の一節なんです。使徒権考録の一章の一節なんです。使徒権考録の一章の一節なんです。テオビロ様、私は先に対一貫表して、 また教え始めてからを選びになった人たちにセーるテオビロはルカを読んで正しいなあの進行時になりますもっと謙遜であのすごくあのすごい神様の中で「あのテオビロあの「さま」テオビロのから「テオビロで変わっちゃいました。で神様の中で「そさま」あの様っていう言葉がいらないことを分かって。 ようになりました謙遜が大切ということをわかるようになってテオビルはもっと彼国になって聖書を習ってあの心をあの彼国にすることができます新免記の中7との中九節もあの聖書のことについてその神様のことについてあの それでそれを自分の傍らに大きい着きている限り読み返し神なら主を恐れることを学びこの律法のすべての言葉を取られると起きてを重質にあの守らればならないだからパウロはあのパウロも立場が変わりました信仰が成長する姿は大きな人から小さな人になることなんですどんな人が天国で大きいんですか。 子供みたいな人たちが天国で一番大きいって神様が教えてくださいました信仰が成長する人はサウウルルからパでで変わることなんです。力あって大きい声を出してお金があると言って知識がたくさんあると言って信仰の生活があの長くてそれをあの前にすることじゃなくサウルからパウルで変わることが パウ私はあの私はあのこの全ての生徒の人たちで一番小さいな人ってあの告白しましたその小さい人より私はもっともっと小さい人ってあの告白しました真剣にも私はほとんどの人たちに比べたらしもべたっていう謙遜の表現を使いましたまだルーカーによる福音書の 一兆を三節です。あの K. I. S. ローテオビルの様、順調正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルーカは実験を書くときに。その初めから最後まで順番通りに書くことを望みました。質ペドロも実験を悔しくに。あの順番通りに書きました。首都圏五六の十一兆の四節にペドロもそのあの。 ペドロはあのペドロは事の死体を順調に正しく説明し始めたって。だから、福音をすることに福音を伝える時に順番とあの辻褄も必要だし、創世記からあの弱音の目視だけまでを神様が全部順番通りに書いておくようになりました。聖書を見てたら順番が見えます。あの、秩序が見えます。神様の教会は順番があるし、あの。 実情があります。これと身長になるため、中4丁に神はあの無知実上の神ではなく、さらに神様は罪も順番があります。詩編の故事長にもあの罪状をお前の前でお前の目の前に並べてって書いてあります。神様はあの父長の神様なんです。そのすべての聖書はあの順番があります。 4節を見てください。ルーカによる福音書の1丁の4節です。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのでおります。で、人たちはあのその習う分ですが習、並ぶんですが、その習ったことがどのぐらい確実か知らないこともあるので、キリスト人も同じなんです。救われてもらったんですが。 すがれてもらったことはすごくどのぐらい確実か神様がいらっしゃってることを習ったんですが神様がどのぐらいあの正確で明白であのどのぐらい確実に神様いらっしゃってるかあのそれを知ら,ないこ知らない場合もあるなので。 テオビロは神様の勤めを習ったことではなく習った通りに確実にもっと分かるように分かったくてルーカニョクに象徴してキリストをもっと確実に分かってきてもっと確信な信仰を持つようにな,るなりました。私たちも並ぶことではなく 確信することが必要なんです。神様の存在をあの漠然に分かっていることと神様が確実にいらっしゃっていることをそれを確信することはちょっと違います。聖書を神様の言葉として確信する人、そうイエスがキリストのキリストっていうことを確信する人で天国と地獄があの確実に分かっている人。 だったら私たちの人生は変わると思います。必ず変わる変わります。遅刻にあることを確信していらっしゃいますかそれは人生が変わると思います。あの手文の手紙の2の3章の14から17までです。手文の手紙の2の3章の14節から17節までです。 デモデンの手紙の2の3章の中4から17までです14節ですだからあなたは自分が学って確信したことから離れてはなりませんあなたはそれを誰から学んだか知っておりでお願いの言葉なんですキリスト人に同じようにお願いする言葉なんです救われてもらいましたか習って確実したことに止まってください で、中国説です。まだ自分が幼い日から聖書に単身できたことを知っているからです。そこ、聖書は初め、あのキリストがイエスの中で信仰を通してすごいに導く知恵を、で、中国説です。聖書はすべて紙の霊の導きのもとに書かれ、 人を教え戒め、誤りを正しきをあの導く訓練をする上に有益です。聖書を読んでたら、人を教え戒めを誤りを正しくようにするようになります。で、こうして仮に伝える人は、どのような良い技を技を技を思行うことができるように、私は聖書をあのわかるべきなんです。救われてもらったら。 形式的なあのことで形式的に救われもらいましたか。会もらいました。どうやってもらいましたか？イエスキスの血のおかげさまで、昔賢者の未来の永遠を許してもらいました。正しいなことなんです。言葉なんです。でもあのそれも大切なんですが、それも大切なんですか？それもあの正しいな。言葉でそこで繋がれて形式な言葉で終わらずに。 もっともっと聖書を勉強して神様について隠しのを持っててあの住むことが大切なんですキリストの証拠がだんだんだんであの強くなる主張が主張だし私は情報の,あの工事の中で住んでます「タニエルの最後の聖書」に書いてあるみたいにで最後の時代には早めにあの知識があの豊かであ往来するのも早いし たくさんのあのインポの中で住んでて私は押さえつけられて住んでいます。でも、インスタント職員たくさんありますよね。このでも私の日光市に必要なその食べ物は別にあります。それみたいに私たちの霊魂の必要なことも別にあります。私の霊魂は神々の寺の。 天のこのあの食品が神様の口から出るその食品があの必要なんです。神様の口からあの出る全ての言葉が必要だし、それでキリスト人は言葉で助けてもらって、言葉で住んでて、言葉のおかげさまであの無力さを買ってて、神様の前で出るようになります。キリスト人は聖書を もっともっとわかるべきなんです。もっと確執に分かって、傷つこまれてたキリスト教もキリスト教のあの証拠はもっと強くになって、キリスト教についての福音の証拠は精神をあの確信のおかげさまでできます。コリント信徒の手紙の2章を探してみます。コリントの信徒の手紙の1の2章の4節なんです。 私の言葉も私の選挙も知恵にあふれた言葉によらず霊と力の証明によるものでした。福音の職員がコリンドの生徒の人たちにあの言葉と知恵にあのであの伝えたことじゃなくあの霊と力でその福音は 人を強くにするために、すごく十分なことが入ってます。他のことはいらないんです。福音を正確に分かって、もっと確実に分かることが必要なんです。ローマの信徒の手紙の十六章の二十六節なんです。ローマの信徒の手紙の十六章の。あの二十六節なんです。 ほとんどの最後でうーん全てのあ信仰による順調に導くため全てのいい坊主に知られるようになりましたこの知恵ある唯一の神にその福音があなたをあの10 26節なんですが、神様は私を福音としてあの あの地獄に作ってくださるんです他のことはいらないんです福音福音を悟ったらもともと確実で地獄になる必要があるし聖書のセミナーをなんで繰り返して聞いてるんですか私の救援と天国の望みがもっと地獄になれるために聞くことらです精神は霊は証拠する方で精神の意外は 人の知恵と知識として福音を悟られません、うん、だからあの私は言葉を聞く時どうすればいいんですか言葉をを聞くとに頭を上げることそれも必要なんで,すでも心をもっともっとパーッと上げることはもっと必要なことなんです。 心を上げて生理神の証拠を私があの悟ることが必要なんです。精神霊が霊的なことを証拠してくれるから、私が霊的な証拠たちを信じられるようになります。イエスは精神が来てくださったら証拠するっていうことを教えてくださいました。証拠したあのことは精神なので、精神はあの福音なんです。 ル福音書の十五章のディズレクスに私が父のもとからあなた方に近わそうとしている弁護者すなわち父のもとから出る心理の霊が来るときその方は私について証をなさるはずであるって書いてあります。で救援っていうことは神様が証拠してくださって人たちも証拠して神様と一緒にしてでエブライズの手紙なんです。 で十二章です。エブライツの手紙のすみません、エブライツの手紙の二章の三節から四節までです。で一緒に読みます。あのまして私たちはこれほど大きなすごいに対してあのモドンチャックって言ってどうどうし で罰を逃れることができましょうこのすぐいは主が最初に語られそれを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示されさらに紙もまだ印るし風式な技でそんこれほど大きなすぐいなんです。で対して「無鈍着」って言って「すぐい」は初めは「 あの神様がおしゃべってくださいました神様が証拠してくださって神様から聞いた人たちが私たちから伝えて人たちが伝えてくださいました4節にさらに神もまだ知るし不思議な話じゃ私が救いをもらったことは私の知恵ではないんです精神の手伝いさのおかげさまで償いはあの霊魂があの教しあの。うん すすをもらうあの体験なんです水に落ちて死ぬ人は助けてもらったその体験があるといえばあのそれを言うんでしょう人生にだって死ぬことがあったんですけども私も水に落ちて死ぬほど大変だったんですけどもそのことは今もあのすごくあのその時に感じた感情も私は説明することができます。 だったらあのすごくあの悔しくにあのすごいよは地味に落ちて遅刻に行く人が助けてもらったことでしょその体験が確実にある人はそれを悔しくに説明することができるんでしょ共演は言葉だけではなくあのテサロニゲの神手の手紙の一丁の公説なんですテサロニゲの神手のの1の1章の手紙です。 私たちの福音があなた方に伝えられたのはただ言葉だけによらず力と精霊と強い確信等によったからです私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いた方はあのこう承知通りです言葉だけではないんです力と精霊と強い確信とそれで あの神様のこう信じている人は自分の中に証拠があるし私の中であの内的なあの体験なので証拠があることなんです。コリント神徒の手紙の中三条の公説にも信仰を持って生きているかどうか自分を反省し自分を吟味しなさい。あなた方は自分の自身のことがわからないのですかだからその言葉は 救われてもらったことは、続けて考えて心配して確実にする人生を住みなさいっていう意味なんです。だったら、どこから確信のことを得られますか生徒たちの講罪を中止して、私たちはキリスト時の証拠が強くなります。ポリント神道の手紙の一度の 8節から9節までです。コリントの信徒の手紙の1の1丁の8節から9節までです。週末最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエスキリストの日に、あの日のおうちどころのないものに知ってくださいます。神様が最後まであのどうやって9節です。一緒に読んでください。神は真実なかったです。この神によって、あなた方は神の子、私たちの主イエスキリストの交わりに。 招きられたのですイエス・キスソンの主と一緒に交わりに招き入られたのです。で神様とと一緒にすすることなんです教会の中で強くに作って下さってそれで最後の時に近くにしてったら私たちはあのもっと集まることで頑張って今はコロナのせいで大変なんですが。 私は心を強くにする必要が必要だし教会の中でもっと集まりましょうっていうことをズームでも実際で当てても家で訪問しててももっともっと会うのが必要なんです。 であの「ピレモンの手紙ね」ね一条に「私たちの間でキリストのためになされているすべてのよいのことをあなたが知りあなたの信仰の交わりがあの間髪になるようにと祈っています」「がすすごく大切なんですお高い話したり聞いたらあどうしてればあの,あの人が言ってることと私が言えることは同じかな」「経験あるんでしょ同じ」の話。キリストの証拠がもっっと確実になって いい本を見てたらキリストの証拠がもっと確実になるで,しょであの救援もらったたちにすごく色になる本もあるし既教の,あの姿が同じでしルータが「キリスト人の自由」っていう本を書きました。ですごいの結果もっと自由になったっていう内容が入ってその自由で。 むしろ神様を誓って神様のしもべになるっていうことをちゃんと書いておいた本なんですあのスポーザの,あの説教の本は今も読んでてもすごく感動なんです今の時代に読んでても講座の中で集まりの中中でで集ままりりもっと強くなりますそれで神様が信仰の成長信仰の成長とあの試練 で苦難でもっと座れてことを確実に知ってくださるんです。成長しながらもっと信仰のあの鍛錬が必要だし、それであの適当な苦難も許してくださった理由がそうなんです。苦難を通したあのキリスト教人はあの強くになられます。強いなあのキリスト教人と今訓練されていることなんです。ペドロのシントのペドロの手紙の一。 エブライチの手紙、あの次のヤゴブの手紙のむしろにペドロの手紙があります。でペルの手紙の一致の好調の中節なんです。<laughs> 一緒に読みますしかしあらゆる恵みの源である神伝わちキリストイエスの通したあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神子自身がしばらくあの間苦しんだあなた方を完全なものとし強め力つけ揺らくことがないようにしてくださいますで苦難を許した理由なんです強め力つけ 次は一章の7節です。ペドロの手紙の一章の7節です。でまた一緒に言います。あなた方の信仰はその信念によって本物と証明され非で清廉されながらもくっつるほかない金よりはるかに尊くてイエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と褒められとだから肉みがあるんでしょ私たちは。だから苦難が嫌なんです。 そうなんです。で、普段を好きな人は実いないんです。そこにはね、一人のあの成功したあの大会社のあのあの講演があります。社長の講演があって、その内容をちょっと私要約して教えます。内容はそうなんです。あの危機はあの病気あのん戦争人間の関係 にキキっていう名前のあのカーメンをかぶっています。キキの姿はいろんな姿なんです。そのキキは誰にも尋ねてきて、ペチのことがないんです。ただ、あの挑戦しない人、挑戦しない人たちはペチなんです。なぜなんですか？キキもすごく忙しいなんです。だから。 尋ねてくる価値がいない人は行かないんです。なぜといえば、後で一回尋ねてきてても全部、あの、脱がれることはできるから、危機も急いで押せないんです。でも、その危機は、ただ通りすた、立ち寄りじゃなく、成長の足掛かりを持ってって尋ねてくるんです。その危機は、 いつも一緒にあの通う人がいるんですけども、その友達の名前は機械なんです。その機械はだこうすごく偉いなタイヤ大物なんです。でももと可笑なことは石っていうあのボールをあままとえてあの簡単に発見できないんです。見えないんです。 その佐長はそんなに話しました。危機にあの抑えるかで危機を勝つかそれは考古的な信仰と考え方にあの固まって決められます。だから私は一つだけ深くに考えてみてください。いいことが起きるその喜びさがあります。そうなんです いいことが起きたら嬉しいなんです。それで。あの難しいことを、勝つその嬉しさは。何倍それ大きいなんです。でキリスト人に、あの来るあの危機は。信仰と、あの。たかあの、すごくすす。信仰の成長を持ってて、一緒に訪ねてきてくるんです。最後に、ヨップキンの四十二兆の。 詩編の前のヨップキーの42兆の講説ですヨップキーの42兆の講説ですヨップみたいに苦難を当たった人はないんです後で何だと今話してるか私も同じの話をしてくださいヨップキーの42兆の講説一緒に読んでくださいあなたのことを耳にしておりましたしかし今この目であなたをあの泳ぎ見ます キリスト人は苦難を中してその信仰が強くなって確信を得られます今は目では目であなたを泳ぎ見ます私は習って確実な信仰に立つべきなんです習ったことが確実になってたら謙贈になれるし習ったことが確実になってたらあの動けられないようになるし 倒られるその兄弟さんを姉妹さんを捕まってくれることができます。で、あの信じてない人たちを助けることもできるし、その人たちがもっと神様のことに頑張る人になられます。私たちの信仰の確執なことは聖書を十分に読んで聞いて学ぶときにもっと強くにな,れなられます。初めからあの順番で調べて。 確実な神様の方に立ってるみんなになってほしいです。苦難があると思うんですが、そこであの鍛錬もらって、もっと信仰の証拠が確信になることを確認する。キリスト人はあの力ある信仰の生活ができます。私たちみんながそんなになってほしいです。祈りします。神様ありがとうございます。私たちを優れてくださって。 この世の中で神様に任せていけるように手伝ってくださって誠にありがとうございます。天知天徳な神様があの救われてもらった私たちと一緒に歩いてくださって、それも信じてそれを信じて感謝差し上げます。私たちがもっとあの聖書を悔しくにあの調べてみて神様の言葉をもっと悔しくにあの聞いて 調べてて、もっと確質な信仰をあの私が持つように手伝ってください。私たちのみんなが救われてもらったって。あの告白する。そこで、あの終わらずに謙遜で。もっと神様に任せる方で成長する。私たちみんながなれるように手伝ってください。神様の前で立っている時に。神様を。 耳だけ聞いたんだけど今は神様を目で私は泳ぎ見ますってみんなが告白できるようなみんな成長するみんながなれるように手伝ってください。主イエスのおお名前としししして感謝しながらお祈りしました。アメン